どうもベストギア読者の皆さん、こんにちは、 DJ 太郎です。オットガジェット太郎、紙面でですね、いろいろとご紹介している、アプリだったり、こう音を楽しむサウンドガジェットをですね、実際に、まあ、映像でも皆さんに楽しんでいただこうということで、行っている回でございます。はい、さあ、今回ですね、最新号でご紹介しますのは VJ というアプリなんですね。で、iOS 用デバイスのアプリなんですけど、今回も iPad じゃないとできないアプリなんですね。はい、どんなアプリなんでしょうか。こんなアプリです。じゃーん。はい、実はですね、以前に、iPhone とか iPad、iPod Touch などで手軽に DJ ができてしまうですね、 DJ っていうソフトをご紹介したと思うんですけど、今回は VJ っていうソフトなんですね。これ文字通りですね、ビジュアルでDJ をする、映像で今回はミックスをすることができる。で、映像でミックスするっていうとですね、ちょっと難しく聞こえるんですけど、基本的には音楽をミックスする、要領でやると、まあ、映像のミックスもできちゃうよということなんですね。で、チェックポイントはいつもの通り5つあるんですけど、まずはポイント1、僕が以前に紹介した DJ のアプリを紹介した時の映像をまずチェックしてください。はい、このベストギアウェブにですね、過去のアーカイブがあると思いますので、アプリの DJ を紹介した時の回の、まあ、そもそも、その DJ をする音楽をミックスする要領で映像のミックスができるので、まずはその DJ の動作っていうのを一度ご確認いただきたいと思います。そして、ポイント2。まあ、せっかく映像でミックスするので、面白い映像をですね、例えば、まあ、iPad だったらこの iPad をそのままこうね、録画にして、例えばなんかこう自然の風景で面白いものとか、ワンちゃんの、ちょっと寝ている風景だとか、誰かが踊ってるとか、お子さんのちょっと楽しいとか、まあ、なんかこう映像のマテリアルになるようなものをですね、ぜひぜひ取りためておいて、活かしていただくと、いいかなというふうに思います。はい。で、ここからがですね、この、まあ、VJ の機能的な、お話いってみたいと思うんですけど、まあ、DJ と一緒でですね、左右にデッキがあって、ここにですね、動画のファイルを読み込んでもらうと、それだけで、まあ、映像のミックスができちゃうっていうことなんですね。じゃあ、ちょっと行ってみたいと思います。例えば、映像の、これ映像のみです。映像のみのファイルです。今、左側のデッキに読み込ませました。で、また映像だけのファイルを、右側のデッキに読み込ませてみましょうか。はい。で、これそれぞれ左右の、プレビュー画面があります。で、このクロスフェーダーを動かすと映像が切り替わりましたね。はい。真ん中にするとこの2つの映像が流れていて、これね、面白いんですよ。このサブ画面をこうやって触ると、見て、これだけでスクラッチというか、こう映像の再生、逆再生とか、そういったちょっとですね、味をつけることができます。このプレビュー画面だけじゃなくて、この本画面をいじってもらってもできるんですね。2つあったら、こっちはこっちで、それぞれの画面を、まあ、いじってもらうと、再生逆再生みたいなアクションをすることもできちゃうと。はい。で、この通常のクロスフェーダーがですね、音楽をこうミックスするときに使っているクロスフェーダーで、音と映像両方ミックスすることができるんですね。で、音の場合だとミックス混ざるだけなんですけど、映像の場合だとこの切り替わる混ざり具合の効果そのものをいろいろ変えることができるんですね。これトランジションって言うんですけど、ちょうどフェーダーのですね、下に、選択できるセクションがあって、ブレンドっていうのにすると、まあ本当に混ざってる、クロスフェードですね。で、その他にもですね、キューブ、こうなんかこう、立体のこうキューブが本当にまさに回るような。その他にも、スワップ、これはもうこういう風に切り替える。まあ真ん中にするとちょうど2画面になる。で、グリッド。これが面白いですね。9分割の画面でこういう風にこう切り替わっていく。とか、モザイクとかね。こう、
タイル状にこう反転していくとか、あとプッシュ、こう横から切り替わるとか、まあこれはあのお好みの、効果をですねミックスするときに選んでいただいてと。でまあこれをこう再生しながらですね切り替わると。でまああのこれ今絵だけなんですけど、実際には音でやる。じゃあ、音と映像が入ってるファイルって考えると普通ミュージックビデオですよね。でミュージックビデオだとどうやってこれをゲットしたらいいのかと。はい、実はですねこのファイルを選択する中に、例えばビデオ、これ自分で持ってる、ビデオ素材をなんていうんですかね、 iTunes 経由ですか、iPad と iTunes をつないで各アプリごとのね、フォルダー内でデータの出し入れができますよね。あそこから、入れていただくこともできますし、またカメラロールからね、録画した、さっきみたいにこう、いろいろなマテリアルを録画しておく。で、あと、iTunes ストアに直接これアクセスできるんですね。で、iTunes ストアにミュージックビデオ売ってますよね。iTunes ストアのミュージックビデオを購入すると、基本的にはその DRM がかかってますけど、このデバイス上で再生することはできるので、購入していただいたミュージックビデオでミックスすることができちゃうんですね。はい、これはすごくいいですよね。であとは例えば、映像と関係ない映像と音を実は組み合わせることもできるんですね。はい、例えば今この、映像には音が入ってません。だけどここに add audio、 音を加えるっていうのがあるんですね。この add audio にして曲というところからですね、自分の、入れたい曲をですね、例えばまあプレイリストなのかどっかから、選んでいただいて選択して入れるとですね、はい、さっきの映像に音が加わります。これ完全に連動してるんですね。でこの音に例えば映像を今度別のものを切り替えることができるんです。このサブ画面にはですね、音符マーク と、映像のマークがあって、映像のマークで例えば切り替えると今再生されてる音に別の映像をこういう風に乗っけたりすることもできる。ちょっとこう VJ っぽい感じですよね。はい、また元のに戻したりとか、映像がね長くても短くてもね別に構わないです。短いと映像が終わった地点からまた勝手に、ループ状態になって次の映像に貼っついてくれるので、はい、面白いでしょ。さらにですね、エフェクト効果もですねいろいろ遊べるんですね。例えばですね、スライスって言って音をこう切り取るようなことができるんですけど、これ同じ部分をスライスして再生してもその時間が経過した分のところに結局戻るので、曲のサイズを変えることなくっていうふうにできる。で元の DJ についていたループ機能もついてるので、曲は勝手にスピードが解析されてます。これをループにすると今1小節ループになってますね。で音がループされてるんで映像もループされてます。みたいに、はい、で前の DJ にはエフェクターもついてましたよね。音の効果をいろいろ変える、これにもついてます。なので音を変えるイコール映像も変えることになってます。ここに FX っていうのがまあ左右、メインの画面の両脇にあるんですけど、これで一応効果の切り替えがいろいろできるんですね。例えばストロボっていうのを選択して、この子でオンオフをすることもできますし、間隔を狭めたりすることもできるんですけど、以前の DJ についてたみたいなタッチパッドもあります。このサブ画面の FX っていうのを選択して、いろんな効果を、これフィッシュアイって言うんですけど、音と一緒にですね
映像も変化すると。はい、なので、基本的には絵もいろいろ変わるんですけど、あまりこう意識せずですね、音だけでいろいろやっていくことによって変化を楽しむことができると。で、今このクロスフェーダーがですね、音と映像が連動してるんですけど、音と映像を別にすることもできます。はい、音と映像を別にすると、例えば右側の音なのに左側の映像を出したりとか、音と映像の混ざり具合とかも自分でアレンジすることができると。じゃあ、ポイント4はですね、実際に、まあ、VJ してみましょうと、ミックスしてみましょうと言ってみたいと思います。さあ、実際にどんな風にしてやってるのかっていうのもですね、口頭で今日は説明しながら、ミックスしようかなと思っております。はい、じゃあまずはですね、僕がリミックスしたアーティストの、ビデオがあるので、これを使いながらスライスします。映像のエフェクトかけてみます。はい、さあ次はですね、曲だけで映像がないので、この曲にビデオのファイルをちょっとダンスの映像を加えてみたいと思います。さあ BPM はシンクボタンで一発で合わせることができるので、ミックスしてみます。下のフェーダーで音だけをミックスです。上のフェーダーで映像の回り具合もアレンジできます。さあ今映像は完全に反対のに切り替わってますね。さあ今完全に切り替わりました。ループです。音と映像は本当は全く別のもんです。絵だけ切り替えます。今度は雪山の映像に。さあじゃあ全然関係ないビデオだけのファイルを混ぜてみたいと思います。どんどん違うものを混ぜてみましょう。これ絵だけです。はい、じゃあまた今度は違う曲に、さっき僕が撮ったビデオがあるので、これで撮影したビデオをプラスしてみたいと思います。これさっきスタジオの様子を映像で撮ってみました。
ちょっとスノボの映像をありえない動きに、でこっちのビデオをまた違うちょっと映像に変えてみましょう。サッカーの映像です。なんとなく合ってるでしょ手で動かしてます。サッカーの選手がちょっと踊ってるみたい。さあ、そしてポイント5です、実はですね、この DJ はこの映像と音楽のミックスをなんと録画することができちゃう。ここに、レックボタンがあって、レコーディング開始にします。そうするとですね、今この状況が録画されてます。ちょっとこっちに切り替えてみますね。でまた違う映像をちょっと乗っけてみます。これで録音を停止します。そうするとですね、今の、日付と時間でファイルがここに残るんですけど、後で任意で名前変えることもできます。これを読み出して再生をすると、ちょうどさっきのところですね。ここで音を切り替えて、でもう一個波っぽい絵を混ぜた、ところがこの後出てくると思います。ほら、はい。で最後はですね、シェアボタンを押して、これカメラロールに保存することもできる。でなおかつですね、はい、これでも保存完了しました。このドックコネクタアウトから、例えば、HDMI のケーブルだったりとか、各種いろいろなあの AV アウトのケーブルとか、これを使ってですね、映像出力することができます。この画面を全部出力するんじゃなくて、実際にミックスされた後の、映像の画面を出力することができるので、まあ結婚式とかね、お友達のパーティーの時とか、結婚式の時とかはですね、なんか別々にこう映像が2つずつ出せたりとかするとすごい便利でいいですよね。でなおかつそれに音が乗っかってなくても、後から曲を乗っけることができるので、曲をミックスする風にすると、ちょっとこう思い出の映像とかを動画にしたりとか、さらにですね、そこで、あ、ちょっと絵が足りないなと思ったら、会場の雰囲気をそのまま生で撮って、曲に貼っつけると、それもその場でミックスすることができちゃうって非常に優れものですね。で映像の出力方法としては、AirPlay にも対応しているので、 Apple TV 持っている方は、なんと無線で、そのまま出力することもできちゃうと、App Store で850円です、ね。ちょっと難しいかもしれないですけど、2つの映像をこうやって切り替えてやるだけでもかなり、面白い。普通に買おうと思ったらですね、結構何十万もする、機材的なことはですね、 iPad と850円あればできちゃうと。VJ よかったらぜひ試してみてください。オットガジェット太郎、また次回、バイバイ。